はい、今日もですね YouTube の視聴者さんよりご質問いただいております。今ですねベースワックスをですね大事だなと思ってかけてるんですけども、その時に使うワックスがこうオールイン系のワックス、何でもいいですよみたいな、そういうオールインワックスはどうですか、使っていいんですかみたいなご質問いただいてます。別にいいと思います。はい、はい、あのじゃあお願いします。お願いします。あのそうですよね、多分まあまあ、オールインワンみたいなその化粧品じゃないですけど、はい、オールインワンのワックスっていうのは大体、はい、あの湿節からだと思うので、はい、でもねそのや結構柔らかいワックスだと思うんですよね。はいはいはい、それは別に問題ないと思います。うーん、あの今その私がこうチューンアップの時に、はい、あの最後にあの、まあ、塗ってるワックスっていうのは、はい、そのまあ要は湿節用のワックスを塗ってますので、それが一番その焼けにくいですし、はい、あのまあ、大体スペルっていう、まあ、この本州の方のゲレネであれば、はい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 、ということです。うん、じゃあ柔らかめのワックスあれば問題ないですよ。問題ないと思います。なるほどなるほど、まあ、ぜひ頑張ってベース作りしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければ、またその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。